何このガチ放送事故ってやつなにこれこわえーと僕世界一かっこいい男にいや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 入場ありましたけどめはいだということで<っ><っ>こわこわ マジで怖っ。ビビるわ。<laughs> うお、怖っ。何あれ一般の客、壇上上がれんの上がれていいわけない。いや、上がれてるんですけど。<laughs> ん上がれてるんですけど。<laughs> いや、怖いっしょ、あれは。<laughs> いや、怖いでしょ。<laughs> そう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 。今日のあのー、ストリーマー、 大運動会のえっ、ー、と誰だったっけ岸大河と紀明さんとヒカキンさんがその実況とか解説とかと見届け人がヒカキンさんだったのかなでなんかなんか知らんけど横にいきなりヒカキンさんの横にいきなりなんか傘した人がいて。 なんかめっちゃ絡まれててみたいな感じになってたんだけどそれが結構なんか拡散されててって感じなんかな多分それが多分 <laughs> どんな感じになってんのやみたいな感じでなってるけど結構結構マジで多分笑い事じゃなくて マジでゾッと押したっすね。見たとき <laughs>、うん。なんかやっぱね、うーん。結構最近になって、なんだろう、ストリーマーを使ったイベントとかが結構多いと思うんですけど、で、なんだろうな。やっぱその、ただ見せるだけじゃなくて、結構さっきも言ったけど、その、 ファンイベント的な感じなんで、来てもらった人と、こう、まあ今コロナの関係もあってあれんですけど、写真撮ったりとか、握手したりとかってのが、結構まあ前からあるんですけど、なんかそこの、なんだろうな、その仕切りっていうのかな。例えばこう、なんかこう、手振って終わりとかじゃなくてさ、なんかこう、列並んで一人一人対応し、なんかこう、話せますよみたいな感じの、 なんんかあるるとするじゃんそこをなんか一人30秒ですみたいな感じでこう仕切る人とかって結構いないのね今まで多分イベントで。とかあとこう体張っていやすいませんみたいなちょっとそういうのすいませんみたいな体張ってるのがなくて意外と今までってストリーマー自身がなんかこう言わなきゃいけないみたいな感じでのがあったんですけど。 ちょっとなんか今回のやつ見てるとなんかこう多分そういうのって多分ボディーガードも多分バイトだったりとかするんだと思うけどとかもう少し多分見直さないといけないんじゃないかなっていう思うっすね、まあ、正直今回の見てるとなんかそういうイベント出るのってやっぱちょっとよぎっちゃうよねちょっと怖いなってのも思うしまあ荒れてしまうのは しょうがないと思うんですけど、ちょっと、幸いね、何もなかったからよかったけど、万が一考えるとマジやばいんで、ちょっとそこは今後多分、イベント開く上ではマジで、見直した方がいいかなと思います。僕は。やっぱ参加する側ではちょっと怖いし、多分、視聴者も見に行くとするじゃん。でも、今回はね、 あのヒカキンさんに来たけど誰があれになるかわかんないじゃないですかその視聴者同士でなんかこうなる場合もあるしちょっとわからないんでそこら辺は本当に最大限にやってほしいなっていう感じはあるなうん。 持ち物検査とかかわんんなないですけどねどねううるんだろう、まあ、あんまりね、あのー、来たファンの人たちに対してそういうのはまあしたくはないっていうのはあるんですけどやっぱりこういうのが起こる以上はやっぱみんな気持ちよくイベント見たいとかやりたいっていうのはあるんでそれはしゃあないかなっていう俺は思うかなうん結構そこら辺は徹底しないといかんのかなって思うっすわ っていうのが、さっき見てて思ったっす。あまりにも、あまりにも結構ショッキングすぎた、マジで。さっき見たとき。怖しか出なかった、感想が。だって、ヒカキンさんも怖すぎて動けてなかったもんだってああなると思う、普通、人って。逃げれないと思う。俺も何も出なかったもん声とか。怖すぎて。まぁ、あ、ちょっと、見直してほしいなって話ですかね。 なんか特に掘り下げてなんかもっと言うつもりはないですイベントも別に僕出てないしうんそういうのはないですけどそのシーンだけ見たらそうかなってのとあと今までのイベントもそういうとこは少なからちょっとあったかなって思うんでまあ今後イベントある時に対しての要望っすかね俺は今から順が学ある世代けど来るか <laughs> お,前お前話聞いてたか お前そういうとこやぞ気をつけろよ本当にでガールズはどこだよ